よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの？孫君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？ああもう、どうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あ、あんたはまさか16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで、何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号。え？孫悟空にリンクしているもの、孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫君、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。って、まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。殺すわけにはいかないからな。危ない！お前の才能は本物のようならば、こちらも手は抜かない。
立て直す。もう逃げられんぞ。リンクして間もないという間になかなかやるな。こんにちはブルマさん、ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕、え、どういうこと。この人は孫君じゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ？おめえ誰だ？それに、ここどこだ？変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ？なあ、おめえなんか知らねえか？もしわかんなら教えてくれ。おめえがおらの体に入ってるって？それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりご馳走を食べさせる代わりに、この波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふん、
ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねんか？ウシさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ？決まってるだろ、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。どうすればいいのよ。全員が動けなくなっちゃうなんて今までで最大のピンチじゃない。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって、それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まああんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで私たちに協力してね。